はい、ただいま時刻は6時半、僕はちょっと遅刻してしまって申し訳ないです。今度はこちらのボン、はい、ありがとうございます。です、リミッツ竹田リミッツでお願いいたします。よよ、はい、これからついにやってきました、はい、埼玉県の四季で、はい、ね、ある食べ放題に行くんですけど、そうです、バスここじゃない、はい、バス53室、これはここですか。多分違う僕らは52でしたっけ。さっきの52なんです、はい、僕らが行くのがが53です。あ、じゃあこれ52だ、52。あ、これ何番です。 なんていういや、いきねいや、多分あ、52だ、あっちが50だよ。いや、あっちですか。多分52ならあっちだと思います。違ったらすいません。52、あっち32でしたよ。あ、じゃあ違うわ。こんな感じで、はい、目的地までつけるのが分かりませんが頑張ります。はい、頑張りましょう。寒い埼玉。いや、はい、真っ暗すぎて何があるのかよく分かりませんけども、はい、今埼玉の三好、はい、っていうんですかね、四季から三好っていう方に来て、はい、今とあるラーメン屋さんに行くのに歩いております。はい、今ね、ちょうどバスが激混んでて、はい、リベさんからいろんなお話聞いたんですよ、過去の、はい、ね、はい、ありがとうございます。過去にやられたこととかやられたことだとなんかあれですけど、まあそうですね。いやとか、その経験とかのなんか、いろいろ、いや、俺はすごい良かったっす。はい、本当ですか。ね、本当はね、なんかそういうのもなんかゆくゆくはなんか飲みのやつとかでね、話したいななんて思うんですけれども。いや、そんなそんな。ちょっとね、時間がギリってて、はい、ちょっと僕らギリギリくんなんですけど。いや、ギリギリプリンス。これは元ライブの名前だと。なんすかギリギリプリンスって。大喜利ライブです。お、リベさんでやられてたやつですか。いや、僕は一回も呼ばれなかったっす。僕ライブはほぼ誰も呼んでくれなかったです。あら、呼んでくれなかったっていうのはあれですけど、お、呼ばれなかったっす。まあこんな我々二人でもうすぐ着きますんではいね、寒いですけど頑張りましょう。頑張りましょう。リビュー着きました。道沿いバン、ほい。いやはや、すごい。つけ麺とデカ盛り以外のメニューが食べ放題のようでございます。どうも皆さん、こんにちは、マックス鈴木です。本日は、冒頭でもお分かりの通り、おなじみになりつつある竹花リベンジさんと行ってまいりました。こちら、埼玉県にある、ラーメンライトン、雷の豚って書いてライトンって読むんですけど、とこの、三好店ってとこですね。254沿いにお店があるところです。駅でいうと四季と東武東上線の池袋から出てる、四季と瑞穂台、まあ瑞穂台の方が駅自体は近いのかな、間っていうか、まあ254沿いって感じになってます。で、こちら食べ放題90分で1500円で食べ放題をやられてるので、こちらの中で行ってきました。でね、システムの説明からしますと、17時から21時までの時間帯で行っている食べ放題で、90分で税込み1500円で、飲み放つけると2000円、アルコールのね、ソフトリは飲み放題なんで、で80分ラストオーダーの90分時間制限で、デカ盛り系のメニューと、なんかプチデカ盛り、プチっていうか、まあデカ盛りのメニューもやってるんですよ。それとつけ麺の以外のメニューは全て食べ放題なんで、ラーメンですとか、あとチャーハン、定食、一品料理、あとトッピング、あとセットメニューとかも全部食べ放題になっております。でちなみに最初に食べてるのが、これ最初切っちゃってるんですけど、本当はもつ煮食べてるんですよ。もつ煮がね、うん、まっ。僕オートレースが好きで、公営ギャンブル場とか行く機会が多かったんです。最近行ってないんですけど、公営ギャンブル場の鉄板パターンっていうのは、もつはうまいんですよ。なんでか分かんないけど、で結構僕もつはいろいろ食べてるんですけど、ね、びっくりするぐらいここのもつ美味しかった。トロトロで、いやー美味しかったですね。それで次に食べたのはさっきのね、特製ラーメンだったかな。ね、多分味噌味だと思うんですけど、なんかいろいろトッピングが乗った、海苔だとか卵だとかメンマだとか、
まあ、チャーシューだとかプルプルのすごい美味しかったです。あで、ね、油の量とか麺の細さも、硬さもね選べるんで、ほんと自分好みに食べ放題を心ゆくまでラーメンを楽しめるお店になっておりました。でラーメンもちろん美味しいんですよ。基本的に分けると味噌ラーメンと醤油ラーメンと、豚骨ラーメンかなに分かれてまして、他のメニューがね結構充実してるんですよ。でお店のテイクアウトもできるんですけど、餃子も揚げも焼きも両方、あともつ煮、あとは唐揚げ、こちらの3点もかなり押されているようで、全部食べたんですけどね、全部どれも美味しかった。あのもつ煮とろっとろで美味しいでしょ、よく煮込まれてて柔らかいんですよ。で餃子は揚げも焼きも両方うまいでね、何がうまいってね、そのあんかもっちりしてるあんがね、割と粗めに切ってあるあれはキャベツだと思うんですけどがね、結構存在感あります。野菜多めな感じの餃子かな。でもあの肉感もあるっていうか、具が結構主張強めな餃子でした。これうまかったっすね。あと唐揚げ、唐揚げ1個はでかいです。で衣は薄めっていうのかな、でねすっごいジューシー、そこそこ時間経っても熱々です。そしてなんでかは分かりませんけどめちゃくちゃ美味しかったです。中クリスピーって感じだったかな、食感的には美味しかったです。サクとジュワの中間みたいな感じ。ラーメンは美味しいんですけど、まあ、僕の中ではまあ普通ぐらいかな、うん、個人的にはね一番最後に食べたあの醤油ラーメンの背脂多めの細麺が美味しかった、うん、僕的にはここは太麺より細麺が美味しかったですね。あとチャーハンも普通な感じでした。普通に美味しい感じ。チャーハンについてるスープ美味しいっすよ結構。でソフドリ飲み放題だし、で、1500円なんですよ。80分ラストとも90分もうね、普通のメニューでもラーメンとか担々麺とか800円とか考えするんで、もう2杯頼んだらもう元取れてるんですよ。言ったら多分一品料理とラーメンとドリンク飲んで、なんならちょっともう半茶ぐらいつければもうそんぐらいいくんじゃねえかみたいな。いやちょっとあの頼むのが申し訳なくなるぐらいいいところでしたね。すごい良かったですここは。で多分確かね調べたら10月頃から始められてて、まだ浅いみたいで、でこのライトンって3店舗ぐらいあるんですよ埼玉に。他にも2店舗かこの三好合わせて。僕一回チャレンジメニューで行ったのが富士見の店か、まあ、ここから割と近いところなんですけど、でも3店舗しかないんですけど、多分じゃねえやすいません、食べ放題やってるのはこの三好店だけなんですよね。いつまで続くかはちょっとわからないんですけど、まあ、行くならお早めのがいいかなって感じです。めちゃめちゃおすすめなんでよろしければ行ってみてください。で今回食べるところもあるんですけど、まあ、前半後半合わせてちょっと竹さんのお話もしつつみたいな感じになってるんで、ガチンコな食べるだけの動画にはなってないんですけれども、その辺も込みで僕らの空気感なんかも一緒にお楽しみいただければなと。でねトータル言えるんですけど、ゆっくり楽しめましたね。そんなに店内、まあ、行ったタイミングがあったのかもしれない。7時半か8時前ぐらいに行ったんですけど、そこまで混んでなくてオーダーもすぐ来るし待ちなくで、なんならねドリンクとかも店員さんから聞いてくださるんですよ。すっごい心地よかったです。よろしければぜひぜひ行ってみてください。というわけで以上マックスでした。ゼビションはねトータル11かな以上です。
たようなフライドチキン、油でサクサクじゃん。大好き。何歌うの？今度行きません。自分が歌うの？自分が歌うの？あんま好きじゃないです。でもそこで歌う曲はこっち。指揮官は歩いて30分だとしても9時に行って歩いて行ったら30分には。はい、ただいま、はい、食べ物が終わって、はい、私たちは、はい、瑞穂台の駅に向かってる暗闇のおじさん2人でございます。そうっす、はい、これもコラコラで動画として面白いと思うんで、はい、ちょっと今から急いで行かなきゃいけないところあってめちゃくちゃいいとこでしたね、はい、店員さん優しいし、はい、出てくるのも早いし、はい、メインのラーメン、餃子、唐揚げ、もつ煮全部うまかった。いや、お値段も安い、飲み物もすぐ出てくる、はい、別に僕もリベさん、僕もってか、リベさんもってか、僕はい、ライトンの回し物じゃないですけど、はい、接点ほんとないですけど、
激しくおすすめします。おい、あと意外に意外に杯数食えなかったなっていう。いやそうです、もっと鈴木さんなら行くかと、ね、思いました。チャーシュー10枚とかおかわりしたからかな。あ、それだけ満足できる内容だったってことですよ。はい、それでは僕ら今から走って駅まで頑張りますんで、マック鈴木とバイバイ。